ジェロニモ・ジェリー・ペニャロサは、フィリピンのプロボクサー。日本では、川島・角行を破ったことや徳山・少主と二度の激闘を繰り広げたことで知られる。フィリピンでは、ペニャロサ三兄弟の三男として知られている。長兄のド・ディ・ボーイ・ペニャロサは、IBF 世界ライトフライ級、フライ級の二階級制覇を達成し、次兄のジョナサン・ペニャロサもフライ級での世界。 挑戦経験がある。また、父親のカール・ペニャロサも、藤武氏のアブ・フ・東洋スーパーライト級王座に挑戦した経験のある元ボクサーである。1989年5月20日、デビュー戦5ラウンド個勝利。1990年1月18日、空位の IBF インターコンチネンタルライトフライ級王座を獲得。 1992年8月1日、フィリピンバンタム級王座を獲得。1997年2月20日、両国国技館で WBC 世界スーパーフライ級チャンピオンの川島、角行の指名挑戦者として対戦。一進一退の攻防を繰り広げ、2から1の僅差の判定で川島を下し、世界王座獲得に成功する。王座獲得後は、 鬼塚克也と接戦を演じた、李承久との対戦を含む3度の防衛に成功するが、1998年8月27日に、韓国の総人中に一の二の判定で敗れ、大座陥落。大座陥落後、しばらく試合から遠ざかる。1999年6月5日の再起戦は、ナバ北米スーパーフライ級タイトルがかかった試合であった。 ペニャロサはこれに 2RKO で勝利し、再び世界へと挑戦することになった。2000年1月2日、指名挑戦者として、総陣中とのリターンマッチに臨む。しかし、結果はまたも1から2の僅差判定負け。その後も、世界王座復帰を目指しリングに上がり、2001年5月には、マニラでの世界全勝戦で、山口刑事に 1RKO 勝ち。当時、 長期政権を築いていた徳山と二度にわたって戦い、いずれも微妙な判定で敗れている。なお、ペニャロサは二度とも、ランキング一位の指名挑戦者であった。2007年8月11日、WBO 世界バンタム級タイトルマッチに出場し、王者ジョニー・ゴンサレスと対戦。大方の予想は、ゴンザレス有利に傾いていたが、周囲の予想に反し七子で、 ペニャロサが勝利。世界王座転落から9年後、35歳で2階級制覇を達成した。2009年4月25日、バンタム級王座を保持したまま、WBO 世界スーパーバンタム級王者ファン、マヌエル・ロペスに挑戦。これまで、世界戦をすべて 1R で終わらせているロペスに対し、圧倒されながらも、懸命に反撃するが、 QR 終了時点で棄権し、TKO 負けとなった。2010年2月13日、WBO 世界バンタム級暫定王座決定戦で、エリック・モーレルと対戦し、12回判定負けで、王座獲得ならず。2010年10月10日、フィリピン、サンボ・アンガ・シティで、ヨドサエン・ケン・キャット・マン・ミーと対戦し、4回1分49秒 TKO 勝利を、飾り、試合後に、 現役引退を発表した。ありがとうございます。